大葉武俊一医科大学に通っている議定の N がある日こんな話をして聞かせました「不幸せな友人の打ち明け話なんですがね」と言って。 M 医科大学の生理学校教室に助手を奉職している山部和夫はある日何気なく参見していた医学雑誌に次のような記事のあることを発見した人間に憎悪憤怒の感情を高まりし時にはその血液中に有害なる毒素発生ししかもそれは 障害者には無害なるも別人の血液に混入せるときは驚くべき分解作用を起こし往々にして死の転機を取るに至らしむことありなんと意外な学説か山部医学士は診察医のポケットからパイプを取り出すと折からの初夏の微風に頬をなぶらせながらじっと と考え込んでしまった3それはもう数年も前のことである山部和夫はまだ金ボタンの学生で浮世の苦労などというものは行きつけの喫茶店のコーヒーでいっぺんに忘れてしまえるものくらいに考えていた頃のことであった空はあくまで高いし 自分の将来はブリリアントだしそれに持ってきてすばらしい恵美子という恋人があるまるで天下は自分一人のもののよう彼は幸福にはち切れそうになってその日も例のごとく学校から帰ってきたと待っていたのが恵美子からの即達だった今夜の写真 面白くないそうですから私やめます以上お断りまでにエミーどうしたんだろう彼女はあんなにコールベルを期待していたはずなのに夕食をそそくさと済ませると山部は早速エミ子の屋敷に出かけてみたお嬢様でございますか。お嬢様はダンスにお出かけでございますが。 玄関のドアの前で駒使いに冷淡に挨拶されるとなぜか山部はそれ以上追及できなかったすごすごと引き返しながらふと霊浪たる心の中に一点の曇りが浮かび出たことに気がついた F ホホーールルだだろろううか、K ホールだろうか。K 暗い屋敷町を日頃にない重い足取りで歩きながら彼は恵美子の行き先を考えた。 えい片っ端からホールを回ってみろタクシーを呼び止めると彼は早速手近の F に車を走らせただが F ホールでは恵美子の姿を見つけることができなかった K ホールそこにもいたずらなジャズの競争と見知らぬ浮かれ男女の交換以外のものは発見されなかった3度目に回った Q ホール おう確かに恵美子に違いない後ろ姿がついに山部の網膜に映し出されたここに来ていたのか戯れる誇張のようにひらひらと人々の影に隠れてゆく彼女の姿を彼は一生懸命に目で追ったやはり恵美子だったがそれと同時に 愛する恵美子のしなやかな体をしかと抱き寄せているのが驚くべしクラスこそ違え同じ高等学校から一緒の対馬秀夫ではないか四一晩を奉納して頭の重い翌朝を迎えた山部は意を決して 朝から恵美子の屋敷を訪れることにしたバスにお入りになっておりますから通された豪奢な応接室で山部はやたらに立ったり座ったり恵美子の現れるのを待ちかねた30分40分今までは決してこんなことはなかったのだ彼がベルを押すともう恵美子は 花束のように華やかに彼の前に飛び出てきたのだったまさかそんなことはないだろう恵美子に限ってだが山部は秘境に立っても妄想を肯定する気になれなかったやがて恵美子が化粧を済ませたバラ色の顔で入ってきた常にも増して美しい姿だったいらっしゃい。 朝から何の御用山部は寝不足で濁った瞳を上げ苛立たたしげに彼女の前に近づいたぜひ正したいことがあったのです正したいことって冷ンと恵美子は彼の前をすり抜けると窓際のすがすがしい長椅子の方に歩いていった昨夜あなたはどこに行ったんです山部は、 息をを弾ませて後を追ったエミーの勝手よ僕との約束を破って誰とダンスなんかに行ったんですあらくるりとエミコは彼の方に顔を向けたあなたはずいぶん野肥な方ね他人の行動なんか探偵なさらない方がよくってよあなたは他人じゃない山部は絶叫した どうしてどうして他人じゃないんですの恵美子も顔色を青白ませて、山辺の前に突っ立った。あなたとはもう私、お別れすることにしましたのよ。これから先、お尋ねなさらないでくださいまし。傍然と佇んだ山辺の前を、嵐に揺れた花のように、恵美子の姿は走り去っていった。 合併教室で対馬と顔を合わせた時山部はちょっと顔を貸してくれと言った何だ柔道三段のたくましい体育を持った対馬は神経質らしい痩せ型の山部の顔を冷笑するように眺め合った話があるんだ授業が終わると2人は黙って校庭に出た。 の葉が学うのひさしに偏ぽんと当たって落ちた聞きたいことがあるんだがおう対馬はうなずくと立ち止まってバットをくわえた君は僕と恵美子さんとこれまでどんな関係にあったか知っているのか山部の誤長にはすがるような弱々しさが含まれていた。 君とエミコ俺は知らん。だが、そんな過去のことは、今さら問題にはならないじゃないか。じゃあ君は、エミコを僕から奪って平気でいるつもりか人聞きの悪いことを言うな。おい、山部世の中はな、何でもかでも優勝劣敗だ。力のある奴が勝つんだ。 お前が俺に勝ちたかったら競争しろいつでも相手になってやるぞバットの煙を勢いよく吐き出すと吸い殻を地面に投げつけて対馬は平廷するように山部を見下したのだった6復讐俺を裏切った女と。 友情を無視して女を奪った男への復讐山部和夫はそれからの毎日をそればかり考えて送った「力が世の中を制覇するならば俺は対馬をきっと力で押さえつけてやろう」山部は画然勉学に懸命になった特に教授に買うて材料を収集し昼も夜も趣味になって研究に没頭した。 大学卒業の時は来た慶節7年のこうなって進学士の卒業成績は引きこもごものうちに発表された山部和夫、15番そして対馬秀夫7番山部は学校から帰ると部屋の書籍を壁に投げつけて 躍案した俺は再度大敗北を喫したのだ柔道三段の対馬の巨案が山辺の痩せ腕をねじるようにたやすく頭脳においても悠々と山辺を圧倒したのだ俺は到底対馬にこの世では復讐できないのか頭を抱えて。 山部は散乱した書籍の間に泣き崩れた7それから数年は流れた山部医学士は大学の生理学教室に特徴のない一助手としてこつりこつり顕微鏡を覗いていた覇気もなくなった 心もなくなった自分の力に限界が見えすぎて何を手がけようにも時期的気分が付随してしようがなかった午前中を机の前で送ると午後はぶらりと大学病院の院室に油を売りに出かけるのが習わしだったいつもながら病院というものは水底のように冷たくさえている看護婦が 青ざめた人魚のような表情ですれ違っていく3階の内科院室山部が何気なく入っていくと室内はいつもとは変わった空気を漂わしていた重症患者だな感激のない顔で山部は友達の椅子に腰を下ろしたみんな飯は済んだのかいわざと山部は、 のんきそうに辺りの友達に声をかけたそれどころじゃないんだ重症患者なんだ菅野という若い医院が横から答えた僕の患者なんだがね十二指腸潰瘍なんだ3回ばかり長出血をしちまってね衰弱がひどいんで慌てているのさ輸血だねそれじゃあありふれたことのように 山部はその辺りからタバコの箱をタグに寄せて1本抜いたところが適当な血液が見つからないんだ菅野は困惑したように眉を寄せたそらあ困ったなあそこへ見習い看護婦がカルテを持って入ってきた菅野は受け取ってページをめくっていたがふとそれを放り出すと 僕はちょっと病室を見てくるからねと落ち着かない足取りで部屋を出ていった山部はぼんやりたばこをふかしながら見るともなく日誌の上を眺めていたとぎくんとして上体を硬直させた血がいっときに逆流して体が氷のように冷えていった11号室 面会社説十二市長海洋対馬秀夫八対馬秀夫が重病で入院しているそれは今の今まで想像だにしていなかったことであるあの頑強な体育の持ち主が死の床に横たわることになろうとは山部は 一時にに熱した頭の中が次第に冷えていくとあれからの数年間のことを涙っぽいような気持ちで追想した恵美子は対馬の卒業と同時に完全に彼のものとなった結婚式は彼に当てつけるように華々しく一流のホテルで挙行された若い医学者たちの間では美貌な妻と巨万な富を合わせ得たこのラッキーボーイの噂で持ち切った 愛の巣が都に近い海岸の松原に建てられた学府の新郎に対する信用は嫌が上に厚く彼の外国留学は特別に贅沢に計画されているゆくゆくは素晴らしい病院が建築されて彼はそこの院長に収まる予定そんなしかしあながちゴシップとばかりは考えられないニュースが誰の口からとなく山部の耳に入った 山部の惨めな心はその度ごとに萎縮を加えもう両者の力の隔絶は彼の闘志を根こそぎ奪ったかのごとく見えていた俺は到底対馬には勝てない初めから復讐しようなどと考えたのが間違いかもしれない対馬が医学博士の論文を近日中に完成するという話を同窓の友から聞いた時山部は「 最後のとどめを刺されたように心にうなったついに俺は敗北しただがそうして数日たった今日あまりにも意外なライバルの重病だああ俺をあんなに苦悩せしめた大敵は今や明日かあさっての命に追いやられている美しい恵美子の存在もやつには何でもなくなってしまうのだ 舅の保障する莫大な経済力も何の意味があるか博士論文もそのまま闇へだザ・まを見ろ心の底からうつぼつと湧き上がってきた歓喜彼の顔はみるみる明るく晴れていったが彼の勝利の開催は決して長くは続かなかった彼はふと考えたのだ やつが病気で死ぬことは俺が勝ったことになるだろうか俺は喜べばいいのか悲しめばいいのか院室から再び頭を垂れとぼとぼ帰りながら山辺は考えたやつは墓場の中でも優越を感じるだろう そして俺は、墓場の中でも敗北を感じるだろう。長い一生というレースコースがあれば、いつかは俺が津島を抜く時があるかもしれない。だが、今奴がこのまま死んでしまったら、研究室に帰ってくると、椅子にどっかりと座って唇を噛んだ。最後まで俺に絶望を与えようというのか、畜生。 その手は食わんぞ復讐だ復讐をして、奴の鼻を沸かせてやるまで、死なれてたまるものか二日、三日、焦燥に見もだえする日が続いた。どうだい十一号室患者の容体は。昼になると病院に出かけて、山部は津島の消息を聞いた。相変わらずだな。 が今日は素敵なシーンがあったよその患者の奥さんがだね金がね噂には聞いていたがとびきりの別品さその人が「是が非でも自分の血で輸血してくれ」と申し出て聞かないんだ型が違うんでどうにもならないんだがねもちろん菅野は後輩でもあり山部と対馬の関係などは知る由もないだが なんと皮肉な報告をもたらす男であろう山部は歯ぎしりしながら帰ってきたやはり俺は敗北か10血液の中に毒素が発生する。こうした王納の最中に発見した驚愕すべき進学説。 山部医学士が考え込まずにいられなかったのも最もであったこれは素晴らしい復讐手段だ相手を助けるために輸血をしてやるしかもその輸血の逆効果で相手を殺してしまうなんという巧妙な殺人方法か奴は言った優勝劣敗の世の中だ力のある者が最後の勝ちを制するのだ 俺と競争するならいつでも来い相手になってやるぞよしそれなら行こう俺の頭脳が今こそ貴様に挑戦する俺の力が見事貴様の生命を制したらこの世における勝利は俺のものだ命を奪われてそこに何の優越があるかそうだ 憎むべき年来の旧敵を一撃のもとに抹殺し去るのはこの機械だ考えをまとめると早速山部は病院へ出かけていったまず第一に敵の血液型を調べなければならぬ受け持ち看護婦に聞くと神はすでに彼に外貨をあげさせてくれた対馬は彼と同じく大型だったのだ 菅野くん今日は実は驚いてやってきたんだけれどその足ですぐ院室に回ると彼は早速驚いた表情で言った看護婦に聞くと例のチブ患者は対馬秀夫なんだってねそうだよそうだよって先生は僕と同期なんだぜ同期ああそうだったかな しかも学生時代には親友付き合いをしていた友達なんだ。そら、悪かったなあ。つい気がつかなかったもんで、失敬失敬。まあ仕方ないさ。ところで、先生、輸血する血を探していたんだろう。僕のを取ってくれないか。血液型は O 型だ。津島さんも大型なんだが、一度押したのかい だだ。が足りないんだ今も頭を悩ましていたんだがそりゃあちょうどよかった友人の危険とは知らなかったものだからつい不人情な顔をしていたんだけれど熱性をまなこに浮かべた山部の顔を菅野は感激のあふれた顔で眺めたそんなに親切に言ってくれるんなら家族もそれにあの奥さんだってどんなに喜ぶか知らないよ じゃあ、なるべく早く、処置が手遅れにならないうちに。OK ーーだ。山部は、早速用意に取りかかった菅野の後ろ姿を眺めながらぐったりした。もう、復讐の第一歩は成功したのである。十一 白いシーツの上に憔悴しきってあいでいる旧敵対馬の顔を山部は卒業以来初めてじっと見据えた変わったといえばなんと浅ましく変わったことかその昔あの凱旋将軍の誇らしさで弱小山部を平芸した面影はどこにあるかふんふん鼻で嘲笑して山部は腕をまくり上げた 菅野君早速始めようじゃないかしかしそうした彼の眉の辺りに憂鬱そうに浮かんだ黒い影はどうすることもできなかった俺はこんな病人を相手に復讐して卑怯ではないだろうか水に砂が崩れるように張り詰めた心がみるみる弱められてゆく そこへドアが開いて夫人が入ってきた何気なく合わせた瞳と瞳2人の間には一瞬のうちに火花のようにお互いの気持ちを交換し合うことができた対馬夫人である恵美子の目は燃え上がるような憎悪に満ちていたそれはあまりにも的確に山部の決行しようとする行為の意味を地質しているような音色だった くんと頬を撃たれたような衝撃を受けた山部の心にはたちまちのうちに今の今までの弱々しい気持ちはすっ飛んでいた高らかな戦闘準備のラッパは胸に鳴り響いて今こそ悩み通した数年の過去を生殖する時が来たと直感した畜生俺を捨てた女め俺は 貴様の亭主を殺してやるんだぞそれをお前が知っていてもどうにもすることができないじゃないか貴様がそれほど愛している亭主がムザムザ殺されていくのをそこに控えて指でもくわえて見ているがいい山部は悪魔を宿した顔で無言のまま腕を看護婦に渡した ゴムが固く巻きつけられる。輸血管の管がついた注射器がプスッと静脈に押し込まれた新鮮な山辺の血が勢いよく対馬の体につぎ込まれてゆくああ、血が流れるもっと流れろどんどん流れろ山辺は 全身を甘酸っぱい快感に浸らせて心にずさんだ一滴一滴の憎悪の血液が自分の青春を闇に葬り去った旧敵の命を圧倒すべく流れていくのだ山部は対馬夫人の青白く旋律する姿を視野の端に意識しながらさも快さそうに行けつきを見た。 グラム7090100130150200患者はちらりと目を開いた顔がさっと赤くなった病床の周りは急にざわめいたおお 上のような声を病人が低く発したあなた夫人が凶きしたように飛びついた山部は針の抜かれた腕を抱きながら込み上げるオートカンにふらふらと後ろに倒れかかった十二。 それからどのくらいの時間がたったか山部は少しも意識しなかった気が付いてみると彼は別の病室のベッドに寝かされていたまだ頭のどこかに重いものが残っていて強いて起き上がろうとすると体がふらふらと倒れそうになったおい気分が回復したか看護婦の知らせで菅野が急ぎ足で入ってくると早速山部の手を取った。 まだ大義だ大ろう横になってるんだなうんだが山部は現実に帰ってみるとたちまち胸を押さえ始めた焦燥を切り出した対馬はどうありがとう君のおかげでだいぶ経過がいいんだよ緊張した山部の顔は一瞬戸惑いしたように混乱したそして やがてスーッとあおざめるとこわばった笑いを浮かべて「そうそれはよかったな」と短く答えたその日一日山部は点々とアパートのベッドの上をのたうっていた。 復讐するつもりでしたことが相手を助けることになろうとはきっと俺の憎しみが足りなかったに違いないいややはりエミコへの同情が意識の外に厳然と存在していたのに違いない俺は何という育児なしだそれはやはり津島には打ち勝ち得ない存在なのだバカ貴様こそ死んでしまえ その方が男らしく敗北することだぞ山部は髪をかきむしって同国したそして疲れて眠ってしまった翌朝悪夢に襲われたあとのような濁った気分で目を覚ました彼はたばこをくわえるとふらふらと起き上がって窓を開けに行ったそして爽やかな空気が頬に冷え冷えと当たると ドアの下から首だけ突っ込んでいる新聞を取ってきて灯椅子にドカッと腰をかけた陰気臭い髪をバリバリと開いてふと何気なく目をやった3面の一隅彼は飛び上がるような衝撃を受けて目を滑った医学士対馬秀雄。かねて病気療養中のところ薬石庫なく本庁 午前0時20分ついに永眠塚祭り騒山辺は凝結したように動かなかった感情が極端な衝撃で一度に氷になってしまったような気持ちだったがしばらくたつと今度はその感情の氷がたちまち溶けて一度に熱湯になっていった奴は死んだんだ やつはとうとう死んでしまったのだ勝利見事な勝利あの傲慢不損な対馬がこの俺の弱々しい腕で綺麗に倒されてしまったやつは言った力のある者が勝つんだやつは事切れる瞬間にその言葉を思い起こしただろうか黒枠の中に も服をつけて座っている恵美子の名前なんと哀れに見えることか制覇された敗北者の感情を今こそやつら二人は思い知っているだろう俺は今まで負けて負け続けたやつらはそれで俺を意識の外にまで追い出していたに違いないあるいは俺の存在なぞ忘れてしまっていたかもしれない だが、最後の勝利は誰のものだったか貴様たち二人は一瞬のうちに最弱者の位置にまで蹴落とされそして永久にその位置からは上がりえなくなったのだどうだざまを見ろ十四 ヤマメの心は冬を忘れた春の野のように広々と明け渡った寝ても起きても押さえつけられていたような感情が一掃されもう彼の周囲には彼を遮っている何者もない彼は復讐のできたその日から生涯における二度目の新しい出発を行ったような気がした勉強ものびのびとできるそうだ 医学博士の論文も一息にまとめ上げてしまおう朗らかで愉快で泉のように力がもくもくと湧いてきてただちょっぴり殺人という秘密が暗い影を投じるが「けれどこんな永久に分かりっこない罪悪なぞ昔の嫌な敗北者の気持ちに比べれば何でもありはしない」山部は再び殺っそうと研究室に通い始めた。 友人たちも彼の更生した姿に乾杯をあげて祝福したがそれはそれからあまり長くはたたないある日のこと彼は再び偶然にもこんな記事を発見しなければならぬ運命に遭遇したのだった先般発表されしゾウにより血液中に毒素を発生するうんぬんなる学説は 根本的に誤なること。フリードリッヒ博士によって反証され生理学会に興味ある波紋を小絶しめつつあり